ハイサンドを出たいと言われるか。はい、私が研究したいのは生命ではなく魔法なのです。先ほどは薬を調べる旅に出たいとおっしゃっていましたが。あれは偽りの願いです。出国の許可さえ得られればそれでいい。この国にいては自由な研究は許されず、与えられた役割だけを果たさねばならない。たとえどれだけ画期的な研究を成しても、その成果を世に広められるとは限らないのです。ハイサンドの秘密主義に嫌気がさしたというわけか。先ほどのハントと同じじゃないか。まさか関わりがあるのではなかろうな。正直に申します、プリニウスたちの企てには気づいていました。しかし私には彼らを止める勇気も一緒に逃げ出す覚悟もなかった。そのせいで同じ苦悩を抱える仲間を捕らえることになってしまったのです。こんな思いは二度としたくない。それでハイサンドを出る決意をしたのだな。はい、もう違法院に戻るつもりはありません。そこでお願いがあります。私をウォルホート家に取り立てていただけませんか。セレノア様、彼には魔法の心得もある面白い人材だと思いますが。一つだけ確認したい。私の言い名付けはローゼル族だが、構わないのか。もちろん、私はハイサンドを捨てる。故に女神教の教義とは無関係です。ただしフレデリカ様が使う魔法は興味深い。ぜひとも研究させていただきたい。私でよければ。わかった、貴殿は我が家で預かろう。自由に魔法の研究をして構わない。その知識を我が家のために生かしてもらいたい。ありがとうございます、セレノア様。